どうもありがとうございます。1曲目、追憶を演奏させていただきました。懐かしいですね。私どもは、サンタリーの会と申します。プサルタリー、越谷のこちらの市民文化祭にはだいぶ毎年出していただいてますので、だいぶおなじみになってきたかなと、主観的願望も込めて言うのですけれど、ちょっと楽器の説明は後ほどさせていただくことにして、ちょっとプログラムの方を先に進めさせていただきますね。1曲目はですね、ちょっと前 の、 NHK の、 朝ドラの、ダンダンという真ん中の姉妹がストリートパフォーマーやったり芸妓さんやったりするドラマがあったと思うんですけど、それの挿入歌になっている、竹内まりやさん、竹内まりやさんってクレジットじゃなかったかな、命の歌演奏させていただきます。Thank you.
が、こんな風にですね、三角形の木の箱に、弦がたくさん貼ってあります。それで皆さん向かって右手側がね、あのピアノの発見、ドレミファソラシドの音なんですが、ちょっと爪でやらせてね。そう、あのドレミファソラシド、ドレミファソラシドって聞こえましたよね。ドレミファソラシドの音 で左側がモナカ、ちょっと鳴らしてもらえますかね。これピアノの黒鍵、黒い鍵盤、ハノンの音なんですね。それをまあ、普段あまりお客様の方向けて弾かないんですが、弓で弾いてます。ちょっとそれをお願いします。はい、こんな風に弓で弾いてます。ありがとうございました。そしたらですね、ちょっと懐かしいフレンチポップスなどの曲やってみたいと思います。あなたの虜。谷村新司さんが、しかも、旅
乱れてしまいましたけれど、素敵な曲たくさんあるんですが、スバルを演奏させていただきたいと思います。Thank you.